はい、今回、ご紹介します Android 端末、スマートフォン用のアプリは、日本語入力の Atalk です。メールで、いろんな文章を打つんですが、季節の言葉、時候の言葉を、書くのが非常にめんどくさい。どんな言葉を使っているのかっていうのはめんどくさいんですよね。例えば、5月の言葉を打とうと思った場合に、ここにちょっと、あまり見ないような、言葉が出てますよね。これをちょっと広げますと、薫風の子、ますますご健勝のこととお喜び申し上げますみたいな、普通の、辞書には入ってないような言葉が、結構入ってます。これは何かというと、Atalk の拡張辞書機能というのが、あるんですね。それを使って、文例辞書という、辞書を、登録しました。その Atalk の、拡張辞書のお話を今日はしてみたいと思います。Atalk を、ここね、Atalk をタップします。出ます。Atalk パスポート乗り換えキャンペーンに申し込む。これは今回省きます。その下、Atalk の、設定を変更するとありますんで、ここをタップします。と、辞書、定型文、マイコレ、ここを、タップします。そうすると、Atalk 拡張辞書っていうのがあるんで、そこをタップしますと、私は、ここにあります文例辞書、顔文字辞書というのを2つ登録してますが、10個まで、登録することができます。どうするのかというと、この画面の下、ちょっと見えにくいんですけど、右側に Google Play で探すってありますんで、そこを、タップします。Google Play につながりました。すでに、文例辞書と顔文字辞書は、インストールされてます。その他にもね、和英辞書とか、首都圏ランドマーク、料理、グルメ用語、日本の俳優名、テレビお笑いタレント名とかありますんで、どれでインストールしようかな。ちょっと、試しにですね、このテレビお笑いタレント名辞書を、タップします。すると、このような画面に切り替わりますんで、ダウンロードで同意してダウンロード、これで、ダウンロードインストールが行われます。完了しましたので、ちゃんとこれ、使えるかどうか、確認してみたいと思います。実際に、テレビタレント、お笑いタレントの名前を打ってみたいと思います。たかだと打ってみました。で、これピョーンと上げます。そうすると、高田コーポレーション、高田幸子、高田信彦、高田文雄、高田純次というふうにしてね、芸能人の名前が出てきました。他にも、例えば、よいしょ、みやさこというと、みやさこひろゆきさんのお名前も出てきますんで、結構ね、使えるのかなというふうに思います。今日は、Atalk、日本語、入力システムの、拡張辞書をご紹介をしました。Atalk を使っている方、これ無料で使えますんで、この Atalk のね、拡張辞書、使ってみてくだ、こちらですね。使ってみてください。それでは、失礼します。